と一番上のボタン閉めなきゃダメだよ。うるさいな。もう別に俺の勝手だろ。ダメ、私これでも生徒指導なんだから。え、マジかよ、よくなれたな。失礼ね、ほらちょっと貸して。自分でやるって、恥ずかしいな。どういうこと？だってまこちゃん、自分で直せないでしょ。うるさいな。まこちゃん、ほら何すんだよお前は。やめろって。いいからほら、つけてあげるから。お前、つけてあげる。もう、あんまり学校で絡むなよ。どういう関係？ああ、ちょうどよかったよ。じゃあ俺、用事があるから。ちょっと待って、そんなだらしない格好してたら、みんなに笑われちゃうよ。なんだよ、お前だって家じゃだらしない格好してるだろ。家で、だらしない格好、よし。違う、よしとか言って俺はアホか。なんでチャイナ風がだらしない格好なんだよ。普通にだらしない格好だろ。何考えてんの、俺は教師として恥ずかしいと思わんのか。普通にだらしない格好だよ、普通にだらしない格好。イナフとバカ。いいから俺もう行くよ。ちょっとボタンは。おうぞ。高崎先生、理科室で中野城くんが失神しちゃってるんですけど。すぐ来てほしいですけど。ちょっと待って。もういいだろ。いいか、よく聞け。はい。中野城は失神していない。そうだ、仮眠かもしれん。待って、白目向いちゃってるんですけど。書き込め。やってみます。ちょっと待て。あれはどういうことなんだ。失神よりも不純異性行為を取り締まることの方が教育者としてのなんだ、その教育者だ。あれ、桜井先生の弟さんですけど。行くぞ。よし、来た。急いで行くぜ。それが教師ってもんだろ。